んばんは。今日は時間がなくて時間がなくて、別にかけてるわけではなくて、時間がなくてアレンジできなくて、前巻きだけにしてもらいました。プリンさんがいいねしてくれた X にいいねしてくれた、嬉しい、めっちゃ嬉しい。 X もあげました、メールも送りました。めっちゃお腹すいた。今日のお昼ご飯は鶏そぼろ卵おにぎりだったから、1個のパン食べる時間だったんですよね。なんかさ、影の入り方がさ、めっちゃやだね。めっちゃやだ、ここ影の入り方が。影の入り方、最悪な影の入り方ですね。寒いですね。もうめっちゃもう死ぬほど緊張しましたもうなんか死ぬかと思ったぐらい緊張しました。なんかスタンドマイクが想像以上に難しくて、こんなに難しいのを先輩たちはもうなんていうんですか、やってるのかと思ってびっくりしちゃいました。なんかスタンドマイクってこんな難しいんだって思いました。納涼グッズ初めて、ああやってなんかセットになったグッズ初めて。なんか15周年の時のめっちゃ羨ましかったから嬉しい。こんばんは。
本当にめっちゃ難しくて、終始震えてた。震えるなと思っても震えるのが本当の緊張ですね。結構前ですね。髪が全然長さが違いますね。美味しい。でもなんかだからユニットの服で写真撮ってなくてめっちゃ後悔。でもずっとミキさんがもう本番ギリギリとかまで教えてくださったりとか、でも出る前もめっちゃ大丈夫って言ってくださったり、めっちゃ優しくて、ルカさんにも振り教えてもらって本当に嬉しい。本当に優しいです。本当に難しかった。本当にだから私がなんかこう一人じゃないですか。でも話しかけたら絶対なんか話してくれる先輩方しかいないから嬉しい。こんばんは。アイリさんにさ、ショールームでさ、テレマカシーって言ってるのさ、バレてたんですけど、なんかいつ見られてたのかめっちゃ恥ずかしい。アイリさんに見られてるのめっちゃ恥ずかしい。テレマカシーってどういう意味なのって聞かれたんですけど、見られていつだろうと思ってめっちゃ恥ずかしかった。で、恥ずかしい配信をするなっていう話なんですけど、めっちゃ恥ずかしい。普通にだってテレマカシーって言ってたの結構さ、連呼してる時じゃん。永遠にテレマカシーって言ってる時とかに 見られてるわけでしょ。めっちゃ恥ずかしい。なんか今日は結構ゆきさんの衣装着たんですけど、だから初めてあのアンコールの衣装が水色と紫だったんですけど、めっちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しかった。
ラムリンさんとはね多分毎回撮ってる毎回毎回ラムリンさんと写真撮ってる気がする。あ、そうです、来週の金曜日もスクランブルで S 出演させていただきます。そうですよね、みゆさんの生誕ですよね、確か。盲目かもしれないけど一番輝いてた。ありがとう、盲目だよ恋は盲目だから。今日もみゆさんのご飯温めて付き添いました。え、なんで知ってるの、なんで知ってるの、みおさんの、みおさんのレンチンついてったの、なんで知ってるの。今日はしてないけど、恋してねえし、またまたまたそういうこと言って、そういうこと言っちゃう、そういうこと言っちゃうタイプのね人なんだよね。嘘、ブログに登場してますか。嘘、やった、エース公演は全く慣れません。なぜかエース公演の方が慣れました。まだ4回目なんですけど、もうね、全然ダメ。今はもう全然ダメ、全然ダメ。なんかもうね、難しい、難しい、ケツ公演。うん、138ありがとうございます。え、なんかなんだろう、なんかね、なんか本質にたどり着けてもいない感じする。めっちゃ難しいです。だし、なんか自信持って出れないんだよね、まだ自信持ってまだ出れない、ケツ公演に。いつも心配、なんか練習が足りてないんだなって思うんですけど、なんか どれだけ練習しても、なんかなんかつかめない、難しい。だから今日もなんか反省がいっぱいって感じ。四字熟語で言いたい。ね、なんだろう、こうやってパッて出てくるのがかっこいいんだけどって思います。もうスカートの丈は毎日
毎日じゃ毎回一回履いて毎回こう調節してもらう。とても難しいです。なんか何が正解なのかもう分からなくなってくるね。ゆずこさんがいい公園出るからサータンも出られるから、なんか他の公園開拓できるほど今の公園に満足いってない。こんばんは。満足いけない。なんかそこで増やしたらなんか絶対よくない。なんか全部が浅はかなパフォーマンスになってしまう気がします。まずはなんか自分のチームの公演完璧にできないと。って思ってしまいます。いや、言っちゃったじゃないよ。違う。全然違うよ。なんか難しいね、これ食べるの。顎関節症には良くない、これ。本当ですか？今日はミキさんがいなかったら私はもう死んでたので、命の恩人です。
ミキさんはサラのことサラチって呼んでくれます。サラチこんばんは。ちょっと変って思ったことないんだよね。普通に優しくて可愛いミキさん。今日うめかったでしょ。うめかったっぽくて、なんかこう感触でした。なんかブログあげたいんだけどさ、何もしてなくてさ、何もどこにも行ってないからさ、何も書くことなくて、どうしようかなって思ってる。そう。なんかもういろいろ覚えることがあるじゃん。いろいろあるじゃん。ツアーももうすぐだし。ねえ、何書こうかなって。フライミーも定点見たけどさ、全然ダメすぎてさ、もうさ、どうしようね、もうもっと練習しろよって思った。もっと練習しろよって思いました、自分に。なんかもう、最近はちょっとなんか、停滞中って感じする。そう、1ヶ月後ツアーです。めっちゃ緊張してるよ。だからゴーホーザドリームの時手めっちゃこんなんだった。本当にダメだね。もうなんかダメだよね。そうなのかな。なんか今まではさ、一個のさ、なんか S と制服の目の、なんかアンダーと制服の目の練習を永遠にやればいいだったのか、いろんなものを練習しなきゃいけないってなって、一個一個の時間が足りてないのかな。なんか練習しないとできないんですよ、私。ながら練習するんですけど、その練習が足りてないんだなって思いました。
思いましたよ。すごく思いました。やっぱなんかもう先輩たちってすごいなってずっと今日もずっと考えてたずっと考えてました。考えてる暇があるならやれですよね。わかりますよわかりますよ。そう思います。だからやっぱなんかもっとやんなきゃなって思います。決心、決心配信、こんばんは。本当に練習しないとできない。なんか才能ないかなっていうネガティブじゃないよこれ。本当になんか才能がないんだなって思った。才能がなくてダメなんだなと思いましたね。これネガティブとかじゃなくてよくやるんですよこうやって自分で。あ、なんか今の自分ってこうこうこうだからダメなんだってノートとかに書くんですよ。それを今配信でやってるんですけどノートとかに書いてで決心するんですよ。その決心を配信でしてる。こんばんは。なんか明日からも頑張ろうって思った公演でした今日は。何未来ノートって何？何それ未来予知するノート。なんか11日はもっとちゃんとできやりたいなって。二度目ありがとう。でも今日見に来てくださった方が楽しんでくださってたら嬉しいなって思います。心からありがとう。ありがとう。ありがとう。自分のこれからの計画？ない。やってる？みんな逆に。自分の計画すごいね。テレマカスイン。もっと頑張ろう。もっと頑張ろう。もっと頑張ろう。でもなんか今もう本当になんか今めっちゃなんかいろいろ頑張ろうって思ってる時期で本当に全部頑張ろうって感じです。何これ何これ。携帯充電できない、できてなかった。携帯充電できてない。あ、うん、あ、できた。できてなかった充電ダメだよ、頑張りすぎないでねとか言っちゃダメで、頑張れって言って、頑張りやがれっていいな頑張、もっと頑張れよって言ってほしい。燃える こんばんは。もう頑張れ、もっと頑張りやがれよって言ってくださいメールの返信でも何でも頑張りやがれって、もうなんか寝てる暇あるなら頑張りやがれって言ってください。ありがとうみんな。もうね、もう頑張ろ、頑張ろ。寝やがれとか言っちゃダメだから、頑張りやがれ。そうそう、頑張り足りないよ。そういうのが欲しい。
本当にアイス食べたいな。アイスが食べたいな。アイスが食べたいな。アイスありがとう。アイスありがとう。アイスが食べたい気分だな。アイスくれる、ありがとう。ルーチェはなんか1人前ぐらい残っちゃって朝食べたんですけど、いや朝フルーチェ最高。普通に朝フルーチェの破壊力半端なかったですね。最高でしたね。フルーチェやばいですね。なんかめっちゃ美味しい。普通にフルーチェめっちゃ美味しい。朝から冷たいもの食べれるよ。食べれない？最高だよ朝フルーチェ。1日置いてるのが良かったかな。でもなんか意外とフルーチェって牛乳使わないんですよ。200ミリだけだから。だから結局昨日フルーチェを食べて11時ぐらいね、美味しいって食べて、でも牛乳残ってるからもう飲んだよ全部。だからさ、もう今カルシウムが蓄積されてる。こんばんは。え、でもさ、あれか、昨日賞味期限だったの牛乳が。でさ、今日さその牛乳使ったフルーチェ食べたんだけどさ、結構やばかった。もしかしてそれって賞味期限切れてる？それって賞味期限切れてるか。ちょっとやばいことしたか。フルーチェ最高。え、でも全然大丈夫、全然大丈夫だから大丈夫なんじゃない。でもさ、あの賞味期限ってさ、開封前の賞味期限じゃん。開封してたらさ、多分もっと早いよ。怖わー、怖わわです。え、ま、いやあれじゃない、牛乳って消費じゃない？さすがに牛乳は消費なんじゃない？え、でもさ、ヨーグルトってさ、牛乳がさ賞味期限切れたらヨーグルトみたいなものだよね。違う？ヨーグルトって切れてるみたいなもんじゃない？ね、なんかアドレナリンで分かってないんだけど、もしかしたらお腹が悲鳴上げてたかも。え、なんか胃は弱いんですけど、多分腸は強いんですよ。なんかそこのバランスが結構あれで、なんか家族全員なんか何かで当たっても私だけ当たんないんですよ。同じの食べてんのに。家族全員お肉食べてお腹痛くなっても私はもう何も感じないぐらい強いの。ほら、ありがとう。確かに牛乳やばい時わかるかも。わかりそう、わかりそうな気がする。なんか胃は弱いんだけど腸は大丈夫みたいな感じ。腸は超大丈夫みたいな、そういう感じです。別なのよ。今笑うとこ、褒めるところ。こんばんは。
やっぱ牛乳一本消費するのってさ、結構大変だね。結構大変。なんでだろう。牛乳って朝じゃん。でも朝起きてないからかな。朝起きないと飲まないからかな。そういうことかな。こんばんは。ちっちゃかったら高いじゃん。寝る前に牛乳飲むの？冷たい牛乳じゃないと無理かも。普通に常温の牛乳って飲まないかも。飲まないかもしれないな。お疲れ様です。オーブンがないからさ、グラタンが作れないんですよ。で、クリームシチューは好きじゃないんですよ。ね、だからフルーチェをさ、毎日さ食べたらさ結構いいよね。だってアイスを買うのにさ120円以上してるわけじゃん、毎日食べるとして。でフルーチェさ217円とかでさ、なんか2日間に分けて食べたらアイス食べるよりいいよね。安いよね。こんばんは。ねえ、シナモンかわいい。だってさ、105円とかのわけでしょ。105円とかのわけでさ、アイスもっと高いもん。フルーチェは全く飽きないと思う。アイスありがとう。なんかみんな言ってる、それなんかシナモンじゃなかったみたいな言ってるよね。シナモンだった今って思いました。ほんま、ほら、ありがとう。シナモンも好き。好き。ちょっとにわかかも。にわかかもしんないな。あ、ほんと？スーパーで見たピーチだ。なんか新しいのかな？でもまだ売れてなくて出せてないんじゃない？だからどんどん買ってったら出てくるんじゃないと思います。あ、そう、逆？ 2 月からなんだ。売れてなかったんだ。私買ったところが売れてなかったってことだ。こんばんは。これ消さなきゃ。ウェルカムコメント何書こう。何書こうかな。あれかな。納涼グッズ書く。納涼グッズ書く。こんばんは。どうもありがとうございます。
なんかさ、でもさ、公園でさ、なんかさ、見てるさ、私のサイリウムを掘って、こうやってやって見てくださってる方をさ、見たりさ、なんか、レスっていうんですか、するとさ、なんか、こうやって見てた人が、ってなるのがめっちゃ好きで、めっちゃ嬉しい、なんか、感じ。私がなんか見ると笑顔になってくれるんですよ。なんかもうこれもう相互利益ですよね。私も嬉しい、みんなも嬉しいみたいな相互利益です。これがめっちゃ嬉しい。それまでこうやって見てんだよ。こうやって見てて、はっってなるの。嬉しい。相互利益。そうですね。英語で言えばウィンウィンです。相互利益。めっちゃ嬉しいですよね。どうもありがとうございます。誕生読みます。13位魔法使い、12位ドラゴン、11位サータン、10位クマさん、9位恐竜、8位サータン、7位サータン、6位男の子、5位サータン、4位サータン、3位ボブ、2位サータン、1位サータン。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あくびしちゃった。二度目ありがとうございます。ありがとう。あくびしちゃったよ。あくびしちゃった。ハクビシンみたいな。しまったね、今しまったわ。ちょっといい言葉だったかもしれないな。すごいいい言葉だったと思います。もう本当にここのさ、部屋の明かりやばい。めっちゃブサイク。まあそういう日もあっていいよね。こんばんは。こちらこそ見えてくれてありがとうございます。こんなちょうどね、お風呂時の時間にね、お風呂時、お風呂時の時間に見てくださって、お風呂時お風呂時言うか分かんないですけど、言うでしょ。言わない？お風呂時って言わない？言わないか。みんなお風呂入りな。みんなお風呂入りな。やばいね。入る、言われなくても入るようだよね。充電が、いいんじゃない。私ドラマ見ながら入りますよ、お風呂。どう？ドラマ、なんならお風呂入りながらドラマ見ながら、あの連絡返しながらみたいな、そういうお風呂タイムしてるよ。どう？お風呂は10分ぐらいだよ。
入るの、うん、10分くらい。バイバーイ。コメントもできるよコメントもできるよ。ありがとうございました。